20代の前半ぐらいにやってた映画の役っていうのは全部こう土台みたいになっちゃってるかもね、はいはいはい、まあ、ゴーしかり、うんうん、ピンポンしかり、池袋ウエストゲートパークしかり、うん、次がですね、自己かその他か、自分のために生きるべきですかっていう、うん、まあ、まず自分を愛して、うん、自分のことが自分が一番大好きで、うん、まあ、よく言う言葉だけどさ、それがあって初めて、まあ、家族だったり仲間だったり初めましての人だったりまだ見ぬ人だったりを愛せると思うから、好きになれるっていうか、そこがないと、なんかそれこそさっき言ってたさ、いつも文句ばっか言ってるとかさ、満たされてない人っていうのは、その大前提のそこがまずないから、大きいピースが欠落してるから、そういう発言をしがち、そういう行動をしがちだと思うから、やっぱもう大前提で、別に人に言わなくていいと思う。いや、俺は俺がのこと一番大好きなんでってわざわざ言う必要ないけど、思ってたらいいじゃん。で、そっからの行動と、そうじゃないのはもう東に旅を始めるのと西に旅を始めるぐらい違うと思うから、もう思い込みでいいと思うよ。俺もすげえなんか DJ とか始めても全然ダメで、ラバダブフリースタイルとかももう全然ダメでとか、まあ、未だに例えばゴルフで全然ダメでとかあるけど、めっちゃでも、なんだろう、まあそれを払拭しようとして頑張ってるとか、まあなんか理由が必要になったりすることはあるかもしれないけど、究極言ったら理由もいらなくて、もう自分が自分であるっていうことだけを誇るみたいな、もうそれだけでいいっていう。3億匹の頂点に立ったわけよ、この精子のレースでさ、ね、みたいな、うんうんうん、ところをまずこうフィールしてていいし、まあでもしづらいだったら、なんか理由、俺さっき言ったように、いやだって俺こんな打ちっぱなし行ってんのにとかさなんかすげえ真面目にゴルフのこと考えてるとか、うん、なんかそういうのがちょっと自信になって、また自分の、まあ、ゴルフのこと好きになる、引いては自分のことを好きになるっていう、うん、それが細かい積み重ねであるか、なんか大きいマインドチェンジだったりするのか、シフトチェンジだったりするのか分かんないけど、大きいドアってそんなないからとか、ほとんどないと思うから、ただちっちゃいドアの連続が大きいドアと化すことはあるけど、だからその一個一個の一日一日のなんかこう過ごし方っていうか、で少しずつ自信にしていけばいいと思うし、で持ちすぎたことによって横柄になるんだったら、それはまた考えた方がいいと思うし、なんか人のなんだろう、気持ちとか痛みとかが分かんなくなっちゃうぐらいこうなってきちゃうんだったら、もうちょっとこ普通でいいんじゃないっていう。芸能界とかだとそういうのって陥りやすかったりするんですか？陥ってたことはあったみたい、俺も。大阪の仲間に言われたけど、昔20年ぐらい前に大阪のクラブ遊び行ってた時に話しかけたら、お前誰に話しかけてるか分かってるって言ってたさめちゃくちゃ嫌なやつですね、先輩だったんだけど、すんませんとか言って20年越しで謝ったりとかしてる、まあ、そういう時期もあんのかもしんないけど、今はまあそういうつもりで生きてないし、みんなこう平等っていうか、人それぞれ一人一人が3億匹の頂点に立ったやつらとして、なんていうかこう会う、そこにね適材適所とか役割分担だったりそういうものはあっても、そういう上下っていうのをあんまり設定したくないなと。タクシー運転手のふりをした会社の社長みたいなさ、そういうのあんじゃん、ありますね、それを見抜けなかったことによってとかさ、他人のトラブル、どちらかが困っているようだったら口を出しますか？まあもしかしたら自分のその時の気分とか、どこに向かってる時とか、そういうことによっても変わると思うのと、その人たちの例えば風貌とか、発してるグルーヴとか、そういうのも判断になると思うし、それに首突っ
込んで方がいいのかなっていうこともあるし、うんうんうん、一概には言えないかな、うん、まあ事情もわかんないんですけど、ね、わかんないし、うんうん、もうなんか昔飛行機乗ってる時に後ろで出発が遅いかなんかわかんないけどすげえチュアデスさん添乗員さんをこういじめてるおっさんがいて、うん、たしなめたりしたことはあったけど若い時、うんうんうん、今はするかなと思ったらわかんないかな、絶対助けてあげるとかそんなことは言わないし、うんうん、どっかでなんかみんながみんな自業自得でなんかこう種まいてそれ飼ってるんだと思うから、うん、でそれもその人たちにとって必要なこと、うん、だから助けてあげなきゃ死んじゃうとか、うんうん、そういう話はまあ別として、うんうん、必要のある苦しみだったり海の苦しみみたいなこともあると思うから、うん、なんか不用意に助けるだけが愛じゃないなとは思う、うん、学校って必要ですかっていうところで、うん、学校に行きたくない人は行かなくてもいいという風潮ありますが、うん、いい意味での逃げることに対してどう思いますかと、それで孤独が加速することもあるのかもしれませんが、うん、まあ、陽介さんはどう考えますか。俺は別に行きたくなかったら行かなくていいって派だと思う、うん、まあ、そういう派閥があるのか知らんけどもちろん無理やり行って学べることもあるし身につくこともあるし強くなることもあると思うけど、うん、じゃあ学校が今本当にその必要なことをどれぐらい親身になって生きていくためにね、うん、教えてくれるのかって勉強以外、うん、でって思った時に俺の勝手な理想とかイメージかもしれないけど昔の学校の方が、うん、そういうなんていうかよりガチンコだったっていうか、うんうんうん、今とかね、あの先生が、まあ、体罰しちゃいけないとか、まあ、怒れないとかっていうのも含め、うん、まあ、友達大事にするとか親大事にするとか、こういう時はこうするとか踏ん張ってるこうのどうのこうのとか、うん、頑張ったら報われるとか頑張っても報われないこともあるとか、うん、なんかでもそういうのの全てがこう腑に落ちるぐらい一生懸命生きてる先生だったり一生懸命向かい合ってくる先生っていうのがなんかどれぐらいいるんだろうねってこの間も友達と話になって、で今ってやっぱ本当に教師になりたくてなる人っていうのが実はすごい少なくて、で大学まで行って就職仕事先どうしようかなって言って、あ教師ぐらいしかできねえかなとかってなってる人たちもいるし、やっぱ情熱がすごい温度が低いとやっつけみたいになるわけじゃんきっと。そうですね、そこに無理やりでもなんか我慢して苦しみながら行くほどのことがあるって思えんだったら行けばいいけど、どこにも馴染めない学校職場行かなきゃいけないところで孤独感を感じると、馴染みたいけれどもどうしてもなかなかそれが難しい時どうすればいいですか。さっきの似てると思うけど、うん、まあ、無理に行くことはないし行きたくないと思う、うん、でなんか自分がすごい趣味だったり、うん、好きなことのまあ、コミュニティがどっかにあって、うん、それはもしかしたらインターネット上なのかもしれないけど、うんうん、なんかそういう感じで、うんうん、なんていうか分かり合えるやつ、うん、そして初めての友達とかって絶対いると思うから、うん、ただいないって思わない方がいいなとは思う、うんうん、友達が欲しいならね、うんうん、でもいや俺一人の方がいいんだよねとかいうやつはもうそうやって生きていけばいいし、まあ、で、ね、で人がなんかあいつは友達がいねえからなんか不幸せだとかいう権利もないし、うん、そうですね、分かんないしね、うんうん、本当に好きにしたらいいんじゃないかなと思う、うん、学歴コンプレックスがあります賢さって何でしょうか。おばあちゃんの知恵袋みたいな、うん、生きるっていうことの、うん、さっきの学校の話でいうと例えばさ、うん、子供の作り方までは教えるけどさ育て方は教えないじゃん。そうなんですよね、保険待遇とか、あとお金の稼ぎ方とか、うんうんうん、お金の回し方とかも教えないじゃん、うん、でもさ実は社会に出てさすごい大事だったりするじゃん。それをなんで今までこの何年も義務教育行って大学まで行って一回も触んなかったのっていう、うん、そこは俺ね学校でやればいいのになとは思う。かなりスパルタだよね。そうですよね、いきなり本番ノーリハで行くみたいなね、うんうんうん、でそれでまあ気持ち的な準備をガキの頃からしてたり無意識でだけど、うんうん、やつはまあこうなったりすんじゃん、うんうん、だけどねずっとレールの上をただただ用意されたものもしくは多少自分が選んだものを進んできてただけだったらさ、うんうん、脱線しかねないよね。そうですよね、だからなんか安定
とかちょっと冒険しなくなるっていうかさ、うんうん、でまた不満を貯めてとかっていう悪循環は絶対あると思うから、でもやっぱそこで必要なのはやっぱ自分自身を知るだったり、自分といっぱい話しするっていうか自分の心の声を聞くみたいなことをやっぱ10代でどんだけできるかっていうのは本当に大事だなと思う。そうすれば誰にも教えてもらえないけど、そこに踏み出していく準備にはなるから、うん、絶対その賢さっていうんですかね、その生きていく力みたいなのってすごい重要ですよ ね。どうそれをブラッシュアップすればいいんだろうっていう、うん、なんか心当たりあります？なんか漫画、漫画もそうだし、まあ、洋平もね、洋平の方が漫画好きだから釈迦に説法になっちゃうけど日本ってそういう子で学べる、うん、本当に娯楽で、うん、ただただ読みたくて読むんだけど、はい、それがすごく人生の指針になったりするっていうのってすごくあるから、うん、まあ映画もそうだけど、うん、そういうものから自分が学んでいくしかないけど、うん、自分と話してないと、うん、それが流れていっちゃうじゃん。そうですね、ちゃんと蓄積されないっていうかさ、うんうん、自分の力に変わっていかないから、うんうん、やっぱり俺はこれがしたいとか、うんうん、俺ってこういうやつだからこうみたいな、うん、まあ、未だに分かんないこともあるけど自分自身で、うんうん、将来の夢、うん、みたいなのは、まあ、漠然とでも10代の時に持っているっていうのはすごくいいなと思うのは、うん、こうそういう部分でもあるよね、うんうんうん、でもこれがさ、くしくもさ全員主人公だっていう設定で生まれてきちゃってるからさ、うんうん、誰一人主人公じゃないやつはいない状態じゃん、うん、まあ、全員脇役だけど、そうそうそう、うん、まあ、その物語を紡いでいけるのはもう自分しかいないっていうことをどれだけ自分で認識して生き始められるかっていうのが、やっぱその漫画映画とかっていうのは、まあ、音楽もそうだけど、あのガキの頃にくれる心の栄養としてはものすごい大きいよね、うん、比重が。漫画とか映画を読んだり見たり以外にも実際自分で演じたりもするわけじゃないですか、うん、そこからすごい影響を受けたりとかってもあるんですか？そうだね、それも結構映画のインタビューとかであるんだけど、やっぱあって、この役特にもうめちゃくちゃハマってめちゃくちゃ楽しくて、うん、まあ、よくその役を生きるっていう言い方をずっとしてんだけど、役者を始めた頃から、例えばそこの角からそいつが歩いてくるかもしれないぐらいのリアリティを自分も持つし、みんなにもそれを見せるっていうぐらいの感覚で生きようとすると、やっぱなんか影響あるんだよ。役抜きって言ってこっちじゃないよそっちじゃない、そっちじゃない、あの終わって抜くんだけど、はい、抜けないんだよ、抜けきんないっていうか。そうすると俺は結構ゲームやってたの。ゲーム、ゲーム、うん、例えばモンハンとか、はい、例えば、まあ、ドラクエとか、はい、なんかそういう感じでもう空っぽにする作業としてゲームを使ってたのね、ハマる役の時は、うん、ぐらい影響するもんだから、俺はもう極力というかほぼ掛け持ちってやんないの。この役やりながらこの役もやるっていう、もう1個始めて終わって次のっていう、今はなんていうか幸運なのか不運なのか分かんないけど、ものすごいスパン空いてるんだけど、だからめっちゃ切り替えれんだけど、なんか結局その役やったから俺はちょっと変わってこうなって、その結果この役がやれるようになって、でまたそうしたらそれをやったら今度こうなって、そんな大きくは変わんないけど、うん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 、こう蓄積されていく薄い層みたいなものはあると。一番今までで抜くのが大変だった役って何なんですか？20代の前半ぐらいにやってた映画の役っていうのは全部こう土台みたいになっちゃってるかもね、はいはいはい、まあ、ゴーしかり、うんうん、ピンポンしかり、池袋ウエストゲートパークしかり、うん、そのいい部分で学んだ部分はやっぱ残っていくんですか？うん、だしそれがいい悪いは人によってはあかんってなるとこもあると思うけど、うん、だいぶレイジーになったし、昔の方がもっときちっとしてたと思うし、へー、でもそれは
最初の嫁との結婚っていうのもある。こんなやついんのみたいな、こんな感じで生きていけんの世界って、社会ってっていうような、なんていうか真逆にいる感じのやつだったから、まあ一番分かりやすく言うと左脳派右脳派の代表同士の結婚みたいな感じではあったから、なんか結果それがいい具合になんだろうチューニングされて真ん中辺っていう感じになったかなっていう気はするけど、でそれは必要なことだったんだ、さっき一番冒頭で話したさ、全て起こることは全部必要なことっていうののなんか最低、まあ離婚してとかあったけど結果なんかこう、あ必要なことだったんだなっていうふうに思えるから良かったなと思って。窪塚洋介の人生攻略本。もし人生にもゲームのような攻略法があったとするならば、向き合い方、付き合い方、愛し方、捉え方、伝え方、バランスの取り方、楽しみ方、幸せの感じ方、大切なことをシンプルに、紆余曲折上下左右急転直下あった窪塚洋介が積み重ね改良し続けた幸せになるための人生の攻略法、窪塚洋介の人生攻略本、2024年1月12日全国書店アマゾンにて発売。 Thanks so much for coming. Please go home safely. And don't forget to always walk on the wild side.